参戦記念日は第二次大戦参戦を記念したギリシャの国民の祝日10月28日と定められている。ティーカイオタと呼ばれる参戦記念日はギリシャ独立記念日と並ぶ非常に重要な国民の祝日であり、祭礼がギリシャ本土と当初地域で行われる。また、キプロス共和国でも国民の祝日として祝われている。 1939年に大戦が勃発すると、ギリシャの首相ヨアニスメタクサスは中立を保った。しかし、1940年8月、イタリアの潜水艦がギリシャの巡洋艦エリ合に魚雷攻撃を仕掛けた。1940年10月28日早朝、在アテネのイタリア講師はメタクサスに最後通帳を突きつけ、イタリアのギリシャ国土自由通貨権を要求した。 メタクサスはこれを即時に拒否、カイヨタの一声で通帳を拒んだと伝えられる。10月28日の朝、ギリシャ国民は個々の政治信条によらず一様にカイヨタの声を上げたという、同時間と約1時間後の朝5時30分、イタリア軍とのアルバニア国境における激戦で、ギリシャ軍が圧倒的に勝利し、数日のうちにギリシャ軍はイタリア軍すべてを アルバニア広報に撤退させた。戦時中、ギリシャ国内のみならず、世界中のギリシャ人コミュニティの記念日として機能した10月28日は、戦後、ギリシャ共和国の祝日に制定されることになる。イタリア軍との戦闘を目的には、南部アルバニアのギリシャ系住民の保護と保全も、含まれていた。旧アルバニアのギリシャ系住民居住地域の、コリツァ・アギーサランダ。 アルギオ・カストロのアルバニア領もギリシャ系住民の保護のためすぐにイタリアからの奪還に成功した。また、イギリスもギリシャに対し空爆による支援を行った。1941年メタクサスが死去すると、後継のアレクサンドロス・コリジスは1941年4月6日に始まるドイツ軍の侵攻を阻止できず、アテネ陥落の3日前の4月23日ドイツとの 停戦交渉に入った。しかし、交渉は決裂し、国王ゲオルギオス2世とギリシャ政府はクレタ島に退避した。5月末にはクレタ島の陥落を受け、中東に退却。海儡政権のゲオルギオス・ソラコグル率いる、対独協力政府が引き継ぐ。1941年初めに、ドイツ・イタリア・ブルガリアの三国に占領されたギリシャは、1944年10月の ドイツ軍撤退、同10月20日のゲオルギオス・パパンドレウ政府のアテネ期間を経て平和的な時代に戻る。ただし、親、ソビエト系の元パルチザンとの内戦が1949年まで続いた。ありがとうございます。